はいどうも、2.1L の天野美由子です。はい、クラブボクシングへの道、今回もね、ちょっとね、取れ高がなかったんで、ナンバー9と10ということで、お送りしたいと思います。いつもの通りのね、シャドウですね。まあ、この日は人がいなかったんですね。まあ、なんで、一人ぼっちで、まあ、一人ぼっちで練習してる感じなんですけどね。まあ、これはスピードボール、まあ、叩いて飛んでくるのを避けたり、ガードしたりするっていう想定するものですよね。ただまだ我これあんまり上手くないんで、もう見事なぐらいね枠開いちゃってるんで、もうちょっと精進が必要ですね。でまあ今回ね、いきなりミッド打ちの練習なんですけども、まあ、相変わらずそのプロの、トレーナーさんに、プロの選手なんですね、の方に教えていただいてるんで、なかなか今はね、この方には基礎トレーニングを教えていただいてるんで、本当に、なんだろう、今まで、なんていうのかな、足りてないものがすごく補われてるって感じのトレーニングをしてます。はい。速さとかよりも、本当正確性みたいな感じで、今までちょっと、まあ、その適当にやってたっていうつもりはないですけど、なんかね、足りてないのがだんだん分かってきたんで、まっすぐ、まあ、打つことの大切さとか、フォームの綺麗にフォーム、どっちなんだろうね、綺麗なフォームを保つっていうんですかね、をやっております。まあ、こうやってね、実際、近づきすぎず、遠すぎずって感じの距離感をね、常に保ってる感じなんで、なかなかね、やっぱりプロの、現役のプロの方に教えていただけるのは、なかなか、貴重な体験なんで、その辺もね、考慮したら、まあ、同じ人に教わるのも一つの手なんですけどね。本当にこんな感じで同じ動き、まあ傍から見るとそんなに変わり映えのしないあれかもしれないですけど、内容かもしれないですけど、でも全然、まあ実際の音を聞いていただけると、なんていうのかな、著作権の関係があるんで、音楽が会場で音楽が流れちゃってるんで、それを書き消さないといけないんで、ちょっといろいろと小細工はしてるつもりではいるんですよね。避けてみて、この避ける作業って結構実は体力すごい使うんですよね。パンチを打つよりも、実際結構大変だったり、もう力がそこをついてるって言ってもね、避けるのもね億劫になっちゃうんですよね。もうとにかく立ってるだけで精一杯みたいな感じなんで、それもやっぱり考えてるんだけど、ベースタイムというか、でも実際ね、プロの方に聞いてみたら、実際3分1ラウンドだとして、まともに動けるのって10秒ぐらいだよって言われて、まともにダッシュができるのは10秒ぐらいって言われてるので、まあ、これは2ラウンド目ですけどね、まあ実際。まあ、前回は本当に直線的な動きだったんですけど、今回はトレーナーさんがもうどんどん誘導してそれについていくっていう、実はこのついていくっていう行動の方がすごくしんどかったりするんですね。イレギュラーに動かれる、まあリンクの中をぐるぐる回るわけですけど、まあそれが例えば大回りだったり小回りだったり、まあいろいろとバリエーションがあって、まあ丸、大きい丸か小さい丸かっていうだけの違いっちゃそうなんですけど、でも実際やってみると結構大変ですね。足はもつれたりもするし、そうですね、まあ前回っていうか結構前から言ってるんですけど、この時点でもうね、我のこの
リングシューズなんですけど、実は結構いろんなカスタムしてあります。まず中敷き入れたり、あの靴紐を変えたりね、靴紐がゴムになってるんですけど、結構まあ商品紹介とかできたらいいんですけど、まあそういうあれでもないので、動画でもないので、まあこういうシューズって靴紐がほどけちゃうのはなんか癖というか、なんかそういう感じなんで、前からそれがちょっと悩みだったんで、ほどけない靴紐っていうことで、いわゆるゴムの、今使ってるのゴムの製品で、なんていうのかな、ストッパーで止めるタイプっていうんですかね、ぴったりとして、でしかも伸縮するんで、それがすごく足にフィットしていいんですよね。だから今足痛くないんで結構頑張れるって感じですね。前はねちょっとね足痛ーみたいな感じのがあったんですけど、もうまあリングシューズって、まあ、どれもほとんど一緒だと思うんですけど、まあ、ほとんど地下足と同じぐらい裸足で歩いてるような感じの感覚になるんで、結構地べたにそのダイレクトに、なんていうの、地べたにを歩いてるような感覚っていうんですかね、素足で歩いてる感覚っていうんですかね、まあ、そういうのもあったりして、違ったりしますね。まあ、実際こうやってやってるわけですけどね、結構追っかけるのって結構大変なんですよ、これ実は。4連とか、これ結構大変なんですよ。しかも後半に持ってこられると結構大変っていう、もう底ついてるんで、体力は。でも、実際これやってみると、相手にインパクトは与えられると思いますね。どんな感じなんだろうね、これね。はい、で、まあ、今回は、まあ、この前回のそのシャドウの後にやってるクラフープなしのシャドウになりますね。対面シャドウでね、なんていうのかな、これだと結構距離が読めないというか、近づきすぎちゃう可能性が高いんですね。だからそこも練習の中では結構大切だったりする。まあ我的にはあんまり、ほら拳と拳が当たってもやっぱ痛いから、しかもただバンテージ巻いてるだけなんで結構痛いんですよ。直接拳と拳交えてって、かっこいいね、スポコンじゃねえんだからっていう、あれ結構ね、力入ってなくても結構痛いんですよ。だからあんまり我的には体験したくないことなんで、あれですね、距離をやっぱり縮めるどころか取ってやってますね。まあ実際この後に、まあ、スパーリングもあるわけですけど、まあそういうので、まあ、体力温存というかそれも考えて、まあ避ける先行っていうんですかね、相手の動きをまあ見てるつもりではいるし、ただ避けたばっかりもダメみたいですからね。ただまあなんかリーチの長さとか、まあそのいつもこの方は前回も練習に付き合ってくれた方なんで、ただアウトボクシングタイプなのかな、リーチ長いですからね、リーチ長いし細いし、階級下だしっていうかね階級下っていうとちょっとあれかなっていうけど、軽い方の階級の方なんでね、お聞きでしょうか。まあ我自身はヘビー級なんで痩せたいなと思いつつね、このボクシング始めたけど痩せ、一向に痩せやしね、はい、というわけでね、スパーリングの動画になります。今回はね、前回と違って、まあでもやっぱりビビってるね。結構果敢に突っ込んでる感じが、我的に。でもやっぱり反ってるね。パンチ出すときに絶対に体反ってるんで、やっぱまだビビってんな。で、食らうときもやっぱりビビってるんで、いくら練習といったってね、人と殴り合うなんてね、それを普通にできるっつったら、ちょっとやべえやつだろうと思うけど。
でもプロのボクサーはね、お互いそういう減量とかトレーニングとかねしてやるわけじゃないですか、うん、だからやっぱプロってすごいんだなと思いますよね。でも相変わらずね、あの突き出た腹は狙われるというもうちょっと我的にもうちょっとね前かがみになれれるといいんですけど、なんかねまだビビってるところがあるんで、ただちょっとは見て取れると思うんですけど、我的に追い込んでんのか誘われてんのかちょっとわかんないですけど、どうなんですかねこれできたら分かる人教えてください。これは追い込んでんのかそれとも引っ張られてんのかっていうのがありますね。うん、バサってるな、うん、前かがみで、ね、プロのね選手の方に聞いたら今一歩足りないって言われてるんで、うん、踏み込みが一歩甘いっつって、うん、あと一歩半歩から一歩ぐらい入ってると、うん、決定打になるから、でしかも動画の相手だと、うん、多分打ちづらくなるからっつって、ちょっと頑張んないとね。この辺で結構ね、いい加減1ラウンド目であの電池切れてるんですよね、完全に、うん、あと1分ってとこですよね、うん、今もう壮絶に今空振りしたなまた腹狙われたし、このね、あの今使ってるグローブ16オンスなんですけど、もう実はまあ売ってしまうと捨てちゃったんですよ。っていうのもね、もうビリッビリに破けちゃってて、もう新しいの買わないといけない状況になっちゃったんで、早く買いに行かなきゃと思ってるんですけどね。どれでもいいわけじゃなくて、それなりのいいものを買わないとやっぱり、あれですね、うん、今回は果敢にいけてるような気がしないでもないんだけど、前回同様、前回は逃げ回ってたような気がするしな。1分間じゃないですか、3分間か今、まあ実際は2分1ラウンドなんですけど、まあ3分間こうやってもしんどいですね。はい、2ラウンド目ですね。でこの日はねマウスピースしっかりはめてるんで、まあ、ただなんだろうね、まあ相変わらず自分で作ったやつなんで、あれ的には本当あれですね、うん、しっかりしたやつを作ったんで、それでどうなるかってことですね、うん。うん、これ旗から見るとどう見えるのかな、やっぱベテラン勢から、やっぱベテランの人に見てもらった方がいいかな、なんか 癖はまず剃ることと手数の少ないってことだと思うんですよね、我的には。でやっぱり明らかにスタミナ不足とか、あだからあの力入れてのパンチを放っちゃいけないんで、この時はまだちょっと力入ってたなっていうのは実感的になります。ベテラン勢の方の指導というか教えていただく前だったんで、うん、結構向きになってやって、ちょっと自分がやられると向きになって手が出ちゃうっていう感じの時だったんで、うん、まあそれでもやっぱ今でも向きになる時いっぱいありますけどね、やっぱりスパーやってる時は、うん、でもやっぱりそうすると今度脇が開くっていう、うん、これはまだ2回目ぐらいの時ですよね、多分。まあ、今までの経験的にはもう5回か6回目ぐらいになるんだろうけど、うん、もっとやってるかな。その時の記録があればいいんですけどね。まあ、完全に体力、底ついてますね。うん、底つくとやっぱりもうね、今一歩が踏み出せないですから、もう完全に底ついてるし自分でも分かるわ、これここ狙われたのか、最後のラスト30秒狙われたのかな、結構果敢に来ますよね、果敢に相手もね。とにかく来させないようにしないといけないのかなと。
距離とか難しいですよね。トレーニングとはいえ何の恨みもない人と殴り合うのってなかなか難しいなと思いますよね、僕ら。うん、まあもちろんそういうとちょっと違うって言われるかもしれないですけど、うん、まあ今回はこんな感じでした。はい、で恒例のね、これ2ラウンド目になるんですね。ちょっと1ラウンド目はもうヘロヘロだったんで、うん、割愛させていただきました。はい、こんな感じでね、避けることも含めて、うん、まあ、これは11月の初期の方の多分動画になるんで、今はもうちょっと成長してるんじゃなかろうかとは思いますけど、まあ本当来年の2月に向けてね、トレーニングを続けてます。まあね、週2回ぐらいしか通えないんで、うん、本当3回ぐらい通うって言われてるんですけど、まあ、いかんせんちょっとね、公務のねレストランの方がちょっと年末なんで休みが取れないけど、まあしょうがないってことで、まあね、はい、こんな感じでやっております。ですね、2.1 流のこの天真爛漫娘チャンネルではですね、ボーカルのね、マテ姫シェリと通称姫と我、ギターの天波幸風が、やっているチャンネルであります。自分たちのね、好きな動画を発信しているチャンネルですので、よかったらね、高評価とチャンネル登録とコメントの方よろしくお願いしますというのを最初に言っといくっていう、最初というか初期の頃に言うと言っとかないと、はい、ナレーションやってるだけなんで幅がね分かんなくなるんですよ。シャクシャクって、ね、業界用語はあんま知らないんです。その尺が分かんないんで、先に言っておきます。でまあね、練習の、まあ、この総括でやってるわけですけど、はい、というわけで、ね、ただのエンディングになってしまいましたけど、ね、まあ、こんな感じで、うん、練習は続けていますけど、まあ、この後になると結構もっと激しいスパーリングとか、いや、全くやったことない人とやるんで、うん、その辺は、うん、あんまり面白いんじゃないかなと、スパーリングがお見せできるかと思います。ただね、年内中にこれ全部ね、編集しないといけないんで、約2ヶ月分ぐらい出さないといけないんで、結構大変かな、というふうに思っております。できるのかな。またね、本当になんか、詳しい方がいましたら、ぜひぜひコメントの方でね、ちょっとアドバイスいただければ。うん、今んところね、今一歩っていうのと、やっぱり、とにかく体力がなさすぎるっていうのは、うん、よく指摘されるところですのでね。また、まあ、っていう感じですね、これは。はい、というわけでね、今回もね、最後までご視聴ありがとうございました。